に間髪を入れずですね、遅れを取らないように対応してまいります。ありがとうございます、はい、各社さんよろしくお願いします。それでは引き続き説明項目につきまして、他社の皆様からご質問をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。福島民報の村田です。よろしくお願いします、市長、先日あの豊田市の方に行かれまして、今先ほどご説明ありましたけれども、あの実際に市長さんとお会いしたりですとか、現地 の, あの先進的な取り組みを視察されまして、今後郡山市として、どういうことができるかというような、そのアイデアが浮かんだ部分があれば、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、豊田市と郡山市ではですね、いろんな係数であの比べてみましたが、温泉以外はやはりもうスケールもですね、質も豊田さんが勝っているのかなという感じありますが、これからの課題としましてはですね、やはり豊田市とこちら違いますから、そっくりということではなくて、それを習うにしましても、どのように変局していくのか、その辺十分にですね、真に高齢者に実行あるように努めてまいりたいと存じております。それから実はこの豊田市の都内の瀬戸市からですね、高齢者に工場拡張で立地している企業さんもおありですので、これが大事なのは、市同士の交流も知恵の交換もありますが、豊田市の企業商工会議所さん、あるいは瀬戸市の商工会議所とかですね、の産業界の水平の同じ分野の同士の交流というのもですね、の郡山市の商工会議所、あるいは、それぞれの今申し上げた、の郡山に立地する名古屋方面から来られた企業さんとのご意向も伺いながらですね、産業間交流というのもこれから意義が大きいかなというふうに思っております。ありがとうございます。その他ございますか。よろしいでしょうか。それでは引き続き、次に説明項目以外について質問をお受けしたいと存じます。福島民友様、いかがでしょうか。はい、それでは引き続き他社の皆様からご質問をお願いいたします。いかがでしょうか。ではマイクをお持ちいたします。毎日新聞の根本と申します。市長すみません、知事と福島市長にも聞いたんで、郡山市長にも聞かなきゃいけないんですけど、いわゆる旧統一教会との関連というのは、市長は何かございますか。はい、私 の市長になって以来ですね、公務として、その団体の会合等、あるいは行事に参加した事実はございません。それから私個人としても、そのご指摘の団体と関わった事実もありません。したがって記憶も認識もございません。ありがとうございました。申し訳ありません。他にございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは失礼いたしました。 NHK さん、お願いいたします。NHK 金沢と申します。市長に一点、これは現場からの声として伝えておきたいんですけれども、市内の医療機関から感染者が日に日に、受け入れがどんどん進んでいて、一般診療の提供が本当に厳しい、診療科目もあればですね、病院によって程度は違うんですけれども、どこの病院でもその感染者を疑いもある人も含めて、どんどん受け入れて、容体が悪いようであれば、そのまま、入院なり適切な医療機関に回すことにはなってますけれども、もうちょっとその高度な医療を行う病院とですね、
あと町医者クリニックのレベルとこう分けて、もうちょっと感染の疑いがある人、感染者を振り分けて、重症化した人だけは高度な病院で見るとかですね、軽症な人は本当に町医者の人たちに見てもらって、そこで住み分けて、どこの病院でもコロナの感染者を受け入れるとかですね、見るんではなくて住み分けが必要じゃないかっていう声がですね、ここまで医療が逼迫してしまうと、救急外来も受け入れられませんし、一般の診療もままならなくて、かつ医療関係者も感染が相次いでいると、そういう考えを市なり、県なりでぜひ検討していただけないかっていう、現場からの声としてはあるんですけど、はい、市長はそこはどうお考えになりますか。はい、ありがとうございます。確かにご指摘の点は私どもも十分な工夫あるいは体制をですね、考えなければならない課題と思っておりまして、お声をたどいてありがとうございます。ただ高齢町の場合、医師会さんとですね、医師会には病院もそれから開業医さんも入っておられましてですね、非常に、それぞれ の立場機能をですね、役割を十分果たしておられますので、今の点はですね、今度の連絡会、医師会の方ともですね、保健所で十分に私もその状況に応じて参加しながらですね、役割分担といいましょうか、質的量的にどうしたらいいのか検討させていただきたいと思います。どうもいいメッセージありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、それでは内容でございますので、以上で定例記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。